はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介する曲はこちら、ババーン。で、スカイプリンズウォーカーになります。はい。まあ、これね、ちょっと紹介をする前に、ちょっと見てもらいたい出来がございまして、はい。こちら、バーン。はい。アドリウスコントロールですね。はい、もうこの、ストロングアドリウスコントロールで言えばいいんですかね。いやー、もう、この、超ストロング。もう、テフェリーで落としてエルカゼツルをもう、ガンガンに行って、テフェリー引けなかったら、まあ、それはそれで、まあ、土地並べて、勝とうかな、みたいな、そんな感じの、ことが見え隠れするような、椅子なんですが、まあ、こちらがね、ちょっとね、昨日の夜寝る前に見て爆笑してしまいまして、はい。なので、ちょっとこれをね、もじった感じで作ってやろうかな、ということですね。はい。まあ、これのね、ストロングスタイルはストロングスタイルとしていいとして、まあこのね、テフェリーから、まあカード落としたりとかして、エルカゼフレインズウォーカーを釣るという動き自体は、めちゃくちゃ強い動きだとは思ったので、はい。じゃあね、でもね、見てくださいな、この、さすがに4テフェ3枚だとね、っていうのはあるわけじゃないですか。はい。なのでですね、私はここでちょっと、まあ、赤足して、ほい、この、ハーフキックのアセットでですね、こちらを突っ込んでやろうかなということで、ジェスカイカラーになりました。はい。まあ、これは、まあ、3個で出ればいいかなぐらいなので、気にしなくていいと思います。はい。まあ、赤入れたことによって何入れれるようになったかっていうと、まあ、BO1 ではね、序盤の安定度を増せるクラリオン。まあ、この辺のプレインズウォーカー並べたら強いサルカン。そして、まあ、全体初期もできる赤ちゃんとかね、その辺とか入れれるようになったので、まあ、これはこれでね、ありなのかなという感じです。はい。で、まあ、ジェスカイカラーだとね、このトライウーンも使えますし、なんならね、次元間のシルベとかもあるので、一番安定するのはジェスカイなんじゃないかなと思います。まあ、グリクシスランドとかがあったら多分ボーラスとか入れて私はグリクシスカラーにしてたと思うんですが、まあ、それはそれとしてね。はい。まあ、要はね、ここから釣ってきて、釣りカードを使えばいいんですよ。はい。まあ、そんなわけでして、こういう感じで組んでみました。はい。ただですね、さっきのアゾリウスコントロールも見てたんですが、序盤の安定度がいい、ちょっと低すぎるかなというので、まあ、私はここに精神前合わせのフォントが入れて、この辺をちょっと安定させた感じになります。まあ、これは BO1 用なんでね。はい。ちょっと安定させて、まあ、戦えればいいかなという感じになってます。はい。まあ、それはそれとして。これになったおかげで、プリンズウォーカーで押し潰すという動きができるようになりました。はい。さっきのやつはね、まあ、ウギンまで出なかったら、ちょっとエルカツがね、引けなかったら厳しい場面が多かったと思うんですが、こちらのデッキだとね、まあ、プリンズウォーカー並べて、サルカンで殴ってもいいですし、ナーセットはね、扇まで行けば、こっちでも行けますしね。こっちの方向での勝ち筋も増えたので、はい。これはこれでありなのかなという感じですね。はい。ストロングスタイルをちょっと丸めた感じというか、まあ、これもこれでストロングスタイルではあるんですかね。はい。というわけでね、今回このデッキ使っていきたいと思います。それではね、対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、これはキープで良さそうなのでキープしましょうか。まあ、白土地欲しいですけどね。白土地があと1枚、まあ、精神マイナスの基本かなんかで引いて、空の粉砕さえ打てれば、速攻とかにはなんとかなりそうな気がしますね。ナーセッツ。ほい。エンド。相手の色は何ですかね。赤、グルール、ラクドス。どっちかですかね。まあ、次元、ラクドスですね。素早い反応は一応握れてるので。スクライ。いいですね。待っておきましょう。ドロー。メイン。どうしようかな。黒だと、除去されそうな予感があるので、一応アドゾーンしない方向で行きますか。エルカツいいですね。あともう一枚。白
仕事中を仕切ると、まあ、エルカツからね、なんとかできるのかなと思いますね。悪魔。とりあえず、プラス、小道は引けたので、まあ、これはここでエンドでしょう。殴ってきたら素早い反応で消してやりましょう。いいですね。はい。まあ、いずれでもめんどくさいんでね、今のうちにパッパと消してあげる方が、楽ですね。まあ、もう一体できたらいる数ですね。お道の一点はちょっと痛いですが。あんな打ち合わせくんな。あ、そうですね。ああ、なあ、セット。魔王の打ちは出てきてもなぁ。こっちも死ぬわけではないので、こっちから行きますか。スペルはまだいろいろ欲しいので、クラリオンかな。赤い鉄ちょっとないですけどね。さあ、どうしますかね。横並びしてきたら空の粉砕流して、魔王のうちは蘇生してくるようなら、まあ、空の粉砕だな。うん。よいが、そこ、なるほど。うまい使い方ですね。こっちの場にもう、クリーチャーがね、来ないということを完全に理解しているわけですね。あとね、ナーセットが死んだので、真夜中の死神が生きてしまうことになりますね。残念だ。そして、まあ、ナーセットリアにでもいいんですが、こっちはね、カンフーキックのナーセットちゃんが、まあ、もしかしたらね、サルカンを、落としてくれるかもしれないので、どうしようかな。よいしょ。おう、殴りに行けますか。大したもんですね。アルカンも面白いとは思いますが、これは一旦粉砕でいいですかね。魔王の器リアにしてきたら、テフェリーで消しましょう。あとは土地赤1ぐらいは欲しいですね。あとはどこぜでカーンを引けば、なん、まあ普通に勝てるのかなという感じがしますね。基本。まあ、出てかな。中世。こっちからだな。で、プラスから入って、基本。で、テーフェは、一応プラスからかな。こっちも一枚欲しいですね。赤ちゃんとか、まあ、サルカンぶん投げて、あとは適当にぶん投げるだけで勝てると思うので、ウイゴも2枚吐きましたもんね。ああ、悲しい。私は悲しいよ。戦慄臭、はいはいはい。まあ、こっちのね、赤ちゃんを出せると、まあ、ナーセとか出せるので、スクライ。こっちは、まあいいや、エルカツもらっておきましょう。メイン。赤から。赤ちゃん。X-2 で、この、よくわからんやつを縛っておきましょう。あ、いや、びっくりしますね。いや、これが見たいんですわ。爆発しましたね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いし、まあ、全体除去とプレーンズウォーカー一応引けてるので、キープはできなくはないハンドなんですよね。はい、ではあんまりから。
けダブマリスタートですね。これはいあ大変ですね。チミフラというわけではなさそう。ブリマリまで許されるデッキなんだ。ここは絶対ありえんでしょ。アゾコンとかなんですかね。クラッタン。アビスかな。ああ。ここかま揃いに来たのかな。そうですね。サルカンをむやみやたらと立てれなくなりましたね。サルカンはこれプラス軌道をどんどんしていってドラゴンは出さない方向でいきますか。多分それの方が丸そう。まあなんか変なもんが来たらクラリオネ流しましょうか。変なもんだ。どうしよう。まあいっか。こっちはね、土地しか引かないですが。一応クラリオンで流すと相手の打点は減るんですが、波乱の悪魔とかがね、めんどくさいので、一応クラリオンは取っておきましょう。あと、エイゴサライもめんどくさいんでね。一応のエイゴサライケアはしておきましょう。解体者わあ、これ、一旦、ほい。相対じゃめんどくさいんでね。早いうちに除去しておきましょう。まあ、それはするとしてね。土地がね、引けなかったら、土地しか引かなかったら普通に負けるんですけどね。相手が取り回りとは、いえ。構えてるのは多分波乱の悪魔かな。そうですね。推定波乱の悪魔。はるか殴ってくれるならよし。こっちのライフがね結構持つようになるので。私のデッキはですね、まあ、こんだけ引いたらね、この後も多分、あと一ターン二ターンは土地だと思ったんですが、ちょっと良くなりましたね、サルカン。殴りましょう。で、基本。あ、こっち使うべきでしたね。基本はドローに回せますね、ここまで土地があると。ターン終了。で、相手は多分なんですが、コスト3が手札にかさばってきてますね。コリマリの弊害というか、なんというか、とても悲しいね。結果に落ち着いてそうですが。まあ、コスト3勢は基本的にクラリオンで全部流せるので。はい、大丈夫？残念。あー、サルカン死にましたね。いや、ギリ生きてるか。よかったよかった。死にはしてないですね。うんうん。いやーでもなー、トリマリのデッキに負けるとさすがにねっていうのが実はあるので。あ、赤ちゃんテフェ。どうしよっか。相手ターンにクラリオンでぶん流すのが一番か。そうですね。変なもんが飛んでくる前に相手ターンにクラリオンでぶん流す方が丸そう。とりあえずサルカンはプラスから入りましょうか。Are you ready?
それを青白で組んで自動払い。で、プラスから入って。あ、下段にクラリオングッパですね。おお、ついに3マナ目を引いた。はい。ここでかまど切るなら、チャンドラがもしかしたらマイナスで追放する可能性があるので、ちょっと切ってほしいですね。サルカンがダメ。なるほど。ほい。落ち着いて押してやりたいですね。ターンとか引かないでしょうか。出るんだ。出すんだ。へぇ。フライ？いらない。4テペか。どうしよっかな。サンマナのアクションを取るという面においては、実はテペリーで魔女のかまどバウンスがありなんですよね。はい。赤ちゃん。どうですか？相手バカですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、あんまりね、エルカツからの蘇生みたいな流れ自体は、多くはないんですが、それでもね、まあ、墓地から釣ってきて強いカードがいっぱいあるということで、はい。これはこれでありなのかなと思います。このコンボが揃うこと自体は実は少ないんですが、まあ、これで4枚と4枚ですからね。あんま多くはないんですが、それでもね、プリンズウォーカーでの圧殺という別の勝ち筋が増えてることによって、まあ、勝ちやすくなったのかなと思います。今の環境あんまプリンズウォーカー触る手段ないんでね。はい。まあ、せいぜいドビーの危険とかな。打ち消し系統に頼ってる部分が実はありまして。はい。まあ、ただですね。まあ、このジェスカイコンの弱点というのも実はありまして、フラッシュ系は多分本当に苦手になってくるのかなと思います。どうしても OB のアクションが多くなってくることと、まあ、BO1 用でフラッシュもガン無視したような構成なので、はい。まあ、フラッシュとか見るならちょっとね、この辺の、まあ、全体除去系をまあ、クラリオン1枚とサーノフンサー1枚と大きな筒あたりを抜いて、神秘の論争あたりを入れてあげると、まあ、そこそこね、戦えるようにはなるのかなとは思うんですが、まあ、それはそれとして、速攻が多い環境だと結構強いのかなと思います。今フラッシュ多いので、ちょっとあれかなとは思わなくはないんですが、速攻系の敵が多くなると、まあ、結構強めに戦えてくれるのかなと思うので、はい、こういう敵ね。試してみてはいかがでしょうか。まあ、こちらのね、次元間のシルベとかもあるので、なんならね、大きな後継ぎ、まあ、ルーターとして入れてるんですが、なかったらなかったでね、ケイヤとか、サンゴソの、ケイヤとかも、次元間のシルベのおかげで、結構簡単に出せるので、はい。まあ、シルベと、お道から出てくる沼だけで黒を補うという戦法も実は取れるので、はい。まあ、黒を、シンボル一つぐらいなら多分出せるので、はい、そっちの方でもね、まあ触ってみてはいかがでしょうか。というわけでね、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。